おかえり。ハロステ、今回のお相手はモーニング娘。21の加賀カエルと椿ファクトリーの小野瑞穂です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やメンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお伝えしていく番組です。私たちはですね、はい、研修生の時に仲良く活動をしてましたけれども、はい、当時のお互いの印象っていうのを ねまず聞いていこうと思うんですけど、いや私はもう恩人ですよ。え、加賀さんは恩人です。あ、本当に？だってもうなんだろう、当時研修生のなんか、まあ、リーダー的な存在というか、まあ言われてたね私がハロプロ研修生に入った頃はもう、全てを加賀さんから教えてもらったと言っても過言じゃないぐらい、そんなにだっけ、いろんなことを教えていただいて引っ張っていただいたので、なんかもう今の自分があるのは本当加賀さんの指導があったからこそと言っても過言じゃないぐらい、あれまあ本当に偉大な存在ですありがとうございます、まあ、私のねお水の印象は、はい、あの印象というか、あの一番最初にさ、あの出た実力診断テストの時に、はい、なんか私びっくりして、そう歌いながら踊るっていうところが安定しすぎてて、そうもう歌もダンスも初めてだったんですね。研修生入ってからもともと歌とかダンスとかやってたわけじゃなかったのに、あの安定感があったから、なんかこれからもっと上手くなるんだろうな、この子負けないようにしなきゃなって、そう最初にね、そう入ってすぐにライバル視した人だった。そんなこと思っていただいてるなんて思ってなかったもんね。どっかでね言った気もするんだけど、そういう印象でした。嬉しいです、はい、そんな小野瑞穂ちゃんにはですね、はい、モーニング娘。21の野中美希さんからこんなコメントが来ているそうです。はい、小野瑞穂ちゃんはおとなしい印象だったんですがよく喋っているところを見て印象が変わりましたですって。まあでもそうですね、そう見られがちだよね。第一印象おとなしいと言われがち、言われがちというか、まあ人見知りなんですよね。私は最初はあまり喋んないよね。喋んないですね、なんかその方と打ち解けられてきたらおしゃべりできるようになるんですけど、まあ初めの方は猫をかぶってると言いますか、静かになってしまうことが多いなって思いますね。なんかその先輩に対してとか、もちろん私にもそうですけど、あの喋り方は結構おっとりしてるじゃない、いつも。そしたら打ち解けてからもおっとりした喋り方するんですけど、ところどころ、ん？みたいな。なんだ今の発言みたいなのが結構多くて。言われますね。まあでも、なんだろう、楽しくお話しできるようになってきて、最近ハロープロジェクトの中で、それが嬉しいなって思います。そうですね。はい、そんな加賀さんへは、はい、モーニング娘。21の北川莉央ちゃんからメッセージが来ています。はい、夜遅くになると加賀さんのテンションがものすごく高くなります。そうですね、 これはもうこの通りですよ。夜型の生活スタイル、もう夜になるともう何でもしたくなっちゃう。朝が苦手なんですか？朝超苦手。なんか起きるのも苦手だし、多分そのもう体質的に夜型なんだ。だから夜の方がこうあの活力出ちゃう。でもなんか加賀さんって好きなものとかことに対してすごいテンションが上がるイメージあるんですよ、私。そうですね。だからでもそれはふと振り返ってみると、朝はそういう姿見たことないから、やっぱり夜型なんだなっていうふうに思いますね。そうか、でも好きなものができたての頃は朝もずっとその話してるよ。そうなんですか？だからそのモーニング娘。のメンバーからはもうあの呆れられてる、もう何も聞いてくれないみたいな、そう結構ありますね、私がしつこすぎてそうです、あの朝も起きられるように頑張りますってことで、はい、今回はこんな2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。ふらふらな帰り道、家までの慣れた距離、ため息が白く溶けてゆく。最寄りのコンビニ寄っていつものアイス買って穴開けてきちゃう。
汗かいて涙もして徹夜してもがいたけど足りなくて頑張れないよこれ以上は頑張るしか道はないけれど気休めの自分プロジェクトひなフェス2021から一曲ご覧いただきました。この日の印象に残っていることとかありますか？私はジュースジュースさんのプレミアム公演で、うん、ジュースジュースの段原ルルさんと一緒にデュオの曲を披露させていただきまして、うん、それがやっぱり印象的だなって思いますね、うん、なんかルルさんってやっぱりパフォーマンスがすごくかっこいいじゃないですか、うん、そんな方と一緒にデュエットできるっていうのは、まあ、ちょっと不安もあったんですけど、うん、なんかこのアイドル人生においてすごく貴重な経験になると言いますか、うん、なんかかっこいい曲を
あのボーノさんのジューシーハートっていう曲を披露させてもらったんですけど、うん、かっこいい曲なので、そのルルさんのかっこよさに食らいついていけるように頑張りました。いや、ひなフェスもこのシャッフルのこの抽選会やって、うん、こうどのメンバーが一緒に歌うのかみたいなのって、やっぱハロープロジェクト全体で揃わないとなかなかできない企画じゃないですか。そうですね、なんですけど、ちょっと私はねモーニング娘。揃っちゃいまして。そう、すごいですよねこれ。横山玲奈ちゃんと山崎芽衣ちゃんとチョコトラブを歌わせていただきました。うん、なんかこれは単独ツアーでいつかやるぜ絶対って思ったんですけど、まあね、あの9時のね私たちの運なんですけど、うん、いざこうリハーサルでやってみるともう3人ぴったりハマって、そうなんです、あの本番もあの裏でメンバーがたくさん見てくださっててすごい良かったよっていうふうに好評いただいたので、うん、なんか映像としてあのこれは残りますもんね、 DVD として残るので、それも見てほしいなと思いますし、それと他になんか一緒に残ってることとかありますか？でも私は初めて、うん、あの有観客でプレミアム公演ができたんですよ。うん、そっか、そうなんです、前回が初めて、そうなんです、前回初めてプレミアム公演があったんですけ ど、うんうん、無観客だったので、うん、今回初めてビヨンズと合同でプレミアム公演をやらせていただいて、うん、なんかもう広い会場で、うん、この椿ファクトリーの曲をたくさん歌うってことが今まであまりなかったので、うん、感動しましたね。なんかもう気持ちいいって思ったし、うん、いつか単独でも大きなところでコンサートやってみたいなって思いました。うん、なんか今こう花鳥風月っていうツアーをやっている最中でのひなフェスだったので、はい、うん、それぞれのグループがあの改めて集まってで、あの長い間パフォーマンスするっていうのはそれぞれのグループ久しぶりだった感じが、うん、久々でしたね、しましたね。なので私たちも、まあ、14人全員揃ってでのパフォーマンスではなかったんですけれども、あの貴重な時間だったなと思いますね。うん、本当に楽しかったです。はい、ハロープロジェクトひなフェス2021の映像をご覧いただきました。元気だった？モーニング娘。2番の加賀カエルと椿ファクトリーの小野瑞穂がお送りしているハロステ。ここからは一問一答形式で質問に一緒に答えていきましょうということで、はい、一つ目の質問です。はい、自分たちのグループを一言で表すと何ということで、もうここにね書いてあるんですよ。はい、よしよしよし、せーの、じゃ ん、じゃん。はい、加賀はウニ、私は等身大って書きました。等身大っていうのはどういう、でも椿ファクトリーってなんか年齢が固まってるんですよ。うんうんうん、その最年少と最年長の年の差もあまりないっていうか、うん、だしなんか曲をたくさん歌っていく中で、うん、あの曲の中の主人公の女の子がどんどん成長してきてる感じがするんですよ。うんうん、例えば、まあ、恋愛の曲っていうのもよく歌ってるんですけど、うん、その中でもなんか一歩踏み出せずにもじもじしてた女の子が、うん、今歌ってる曲だともう踏み出してそれでさらに悩んでいるっていう、ちょっとなんか曲の中の女の子も成長してるし私たちも成長してるしってことで、なんか曲と一緒に成長している感じが本当に等身大の女の子たちの集まりなんじゃないかなって思ってこの言葉を選びました。なんかあれだよね、その年の差の幅がそんなにないからこそできるよね。そうですね、私たちだと福村さん石田さんとめいちゃん誉れの代がだいぶ離れてるから、そうですよね、そうそうそう、あの恋愛の曲歌おうとしてもそう子供と大人っていう感じになっちゃうのどっちかが背伸びしたり、そう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 、こう下の子に合わせたりっていうのがあまりないので、うん、そうだね、これかなって思いました。はい、そして私ウニなんですけど、ウニちょっと気になりますねいやこれちゃんと理由があって、はい、あのモーニング娘。ってもう個性がすごいのよ。うん、そう、もうそれぞれの個性がすごく強いので、こうそれぞれのこう向いてる方向みたいなのが結構バラバラだったりするんですよ。それがウニのトゲ、そうそう、トゲを表してて、うん、でなんですけどそれぞれがこう根に持っているものというか、最終的にその自分の一番中心にあるものっていうのはモーニング娘。っていうところは変わらない、みんな。かっこいい。そうだからなんか見た目はなんかちょっとウニっぽいなってこれを書いた時の私は思いました、はい、すごいですね、ウニが出てくるってすごいですよね。私にしてはだいぶ変わった、うん、あの
回答だとは思うんですけど、まあ、私にとってはこういう感じですね。お互いのグループを一言で表すとしたら、はい、まあ、私にとって椿ファクトリーはちょっとあのウニがちょっと出ちゃったからちょっと 海の中にいるんですけど、私の中は、はい、あのワカメかな。ワカメ、うん、へ、それぞれのメンバーがふわふわしててあの揺らめいてる感じ。なんか何にも、あ、でもそのワカメはずっと同じ場所にいるじゃない、はい、生えてるからね。ずっとこう海水の流れに沿って揺れてるけど、でもそのいる場所は変わらないから、うん、なんかふわふわしてるよりふわふわしてないような感じがワカメっぽいな。いいですね。ワカメです。ワカメです。ワカメなんですか。はい、ちょっと今日からワカメさんでよろしくお願いします。私はね、なんだろう、でもやっぱり私にとってモーニング娘。さんっていうグループは憧れだし大好きなので、キラキラグリッターラメみたいな、うん、感じですかね。グリッターっていうのはちょっとわからない方いらっしゃるかもしれないですけど、あのアイシャドウとか、ね、光らせる、ね、そのあのキラキラしてるやつ、はい、身につけてるとグリッターとかラメってテンション上がるじゃないですか、うんうん、上がるね、うん、私モーニング娘さんの曲も一緒で、うん、なんか聴いてると私すごいテンションが上がるし、うん、勇気づけられるんですよ。だからキラキラグリッターラメかなって思います。3個とになっちゃったんですけど、3個ですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは2つ目の質問です、はい、ハロープロジェクトのメンバーでコラボ企画をするとしたら何をしてみたいという質問です。はい、私もこれは、私もこれしか出てこなかったですね。はい、はい、それではいきましょう。せーの、ちょっと待って、もう一回、もう一回、もう一回、それでいこう。せーの、じゃん、はい、香川ブラスバンドをしてみたい。私は吹奏楽をしてみたいです。もうほとんど一緒じゃない。一緒じゃないですか、うん、嬉しい。一緒にやりましょう。一緒にやりましょう。一緒にやりましょうって、ちょっとあの吹奏楽、まあ、どんな感じでやりたい。なんかやっぱハロープロジェクトのメンバーって楽器ができるメンバー結構いるイメージがあるので、うん、そういう子をたくさん集めて、うん、なんかやりたいですね、吹奏楽を。なんか一回さ、楽器持って雑誌の撮影したよね。しましたね。なんか上国亮さんと、はい、3人でドラムとトランペットとフルートで。そうです、私もトランペットを昔やってたので、うん、あのドラム上国亮さんにして、でピアノは野中さんとか佐藤さんが弾けるじゃないですか、うんうん、で横山がサックスできて、すごい、私トランペットできてフルートできて、うん、もうほとんどできるようなもん。そうですよね、うん、しかも北川梨央ちゃんもフルートが上手じゃないですか。ね、うん、で私小学校の頃に、うん、あの3年間だけチューバやってたんですよ、うん、そうなの。だから初耳なんだけど。そうなんです。あ、そうなのね。そうなんですよ、実はチューバをやってた時期もあったので、うん、フルートは実はあの椿ファクトリーの新沼希空ちゃんも吹けるので。 え、そうなの。そうなんですよ。だからまあその時はフルート兼チューバみたいな感じでもやってみたいなって思います、ね、うん、あ、いいねいいねいいね、うん、まあ、フルート2人いるからね。そうですね、チューバでもいいかもしれない、はい、もうそういう感じであのブラスバンドいつかやる、いつかやりたい、はい、お願いします。お願いします。はい、それでは最後の質問です。はい、2人で1曲パフォーマンスができるとしたら、はい、どの曲でどんな演出でやってみたいという質問です。はい、それではいきましょう。はい、せーの、じゃん、私香川インディゴブルーラブモーニング娘。私はハロプロ研修生の彼女になりたいです私があのインディゴブルーラブを選んだ理由は、まあ、単純にこの曲をあのお水に合いそうだなっていうあの理由なのと、まあ、どんな演出でっていうと、なんでしょう、あの今もそのハロープロジェクトのライブではあまりないですけど、うん、なんかこうステージがこう上がる、わ、かっこいい。でしかもそれがあのでっかいのじゃなくて、あの一人しか立たないようなちっちゃい四角形のやつをこうぐわーって2個上げて、そこに2人立って延々とその青いライト照らしてもらって歌うっていう。ちょっと怖そうですね。あ、高所恐怖症。あ、それはちょっとダメかもしれないいや、でも克服しますよ。あ、そのいい、これのためならね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと私はそれにした理由は彼女になりたいですね、やっぱり、はい、なんか加賀さんといえばかっこいいイメージが私すごいあるんですよ。あ、まあ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 、だから可愛い加賀さんを見たいです。
なんかやっぱり私は研修生の頃に加賀さんにとてもお世話になったし、うん、ダンスとかもいっぱい教えてもらったので、うん、その成果が見せられる曲といったらやっぱりハロプロ研修生の曲かなって思って、その中で一番可愛い曲は何だろうって考えた時に、うん、一番最初に思い浮かんだのがこちらの曲ですね。もしかしたらなんかでやるかもかもしれなくもなくもなっていう感じですね。いや、もう超期待ということであんまり期待しないでください。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。できるに頑張ります。ハロステまだまだ続きます。Thank you.
笑顔でいたらいいことあるよ。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジです。今回私たちが挑戦するのは朗読です。自分たちの曲の中から相手に読んでほしい曲を事前にピックアップしました。私が選んだ椿ファクトリーの歌詞を加賀さんが朗読、加賀さんが選んだモーニング娘。の曲を私が朗読していきたいと思います。しっかりと感情を込めて思いや意味が伝わるように読んでいきましょうということで、お互い何の曲を選んだのかっていうのをまだ知らないんですよ。知らないですね。超怖いですね。ドキドキする、はい、ということでどっちが先にやるか決めましょう。はい、ということで私あと先にやりたいんだ。あ、わか、ここいいですよ。全然大丈夫です。あ、最後にします。決まりました。はい、私が選んだ曲は、はい、ジャストトライです。おお、おお、なるほど。はい、それでは加賀さんの朗読チャレンジスタート。ジャストトライ。楽しい時もつかの間、嫌なこと耳に入る。知らぬが仏なのに世の中情報だらけ。楽しい時を過ごす方法、気持ちを切り替えるしかない。ほらほら、不思議でしょ。誰と誰が恋して、誰と誰が別れて、人のことが気になる。人のことは楽しい。ガセネタより厄介なのは事実ありきの盛り話。ほらほら、不思議でしょ。嫌い嫌い言ってたって好きにはなれない。ぼやいたって仕方ない。仕方ないけど、寒い寒い言ってたって熱くもならぬ。人間とはいかなるものか。ジャストトライ、ジャストトライ。とにもかくもやってみなきゃ始まんない。ジャストトライ、ヨアベスト。ダメ元でもいいじゃん。ジャストトライ、ジャストトライ。10人いりゃ10の意見があるし、ジャストトライ、ヨアベスト。きっと何かつかむさ。おー素敵ですね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。なんかジャストトライって最近ライブであまり、そうですね、ないよね。まあ、メジャーデビューの時はたくさん歌ってたんですけど、うん、最近あまり歌わなくって、うんうん、でもこの曲の歌詞ってすごく前向きじゃないですか。なんかとにもかくもやってみなきゃ始まらないよっていうところとか、うんうん、朗読にぴったりなんじゃないかなって思ってこの曲を選ばせていただいたんですけど、うん、はい、加賀さんすごくお上手ですね。あ、本当ですか。はい、なんかスラスラ綺麗な声で読まれていたので、スーッと心に入ってきました。ありがとうございます。はい、続いては、小野瑞穂ちゃんの朗読です。はい、私が選んだ曲はゼロから始まる青春です。はい、大好きな曲ですね。あ、よかったよかったよかった。それでは早速小野瑞穂ちゃんの朗読チャレンジです。はい、スタート。ゼロから始まる青春。どんなに真剣でも気持ち届かない人もいるさ。でも、あともう少し諦めないで説得してみる。こんなに無我夢中でも帰る時間が来ちゃうもんさ。またこの次までに大きくなってね。戻ってくるよ。今ないものばっか探すより、ほら、オリジナルで作ろう。どこまで行っても無限だよ。いつからだって始められる。可能性がゼロじゃないなら勝負したくなるのも人生なんだ。はい、ありがとうございます。はい、私がこの曲を選んだ理由はですね、はい、佐藤さん、佐藤正樹さんをすごい崇拝してたじゃない。はい、そう、今ももちろんね好きだと思うんだけど、なんかこの曲がもう佐藤さんのイメージがすごく強くて、やっぱ歌い出しが、歌い出しがすごく素敵なんですよね。で、こう思った時、この曲見つけた時に、はい、あ、佐藤さん、小野瑞穂、なんかもうそこでも合致しちゃって、そう、これしかなかったですね。いや、でも本当に好きな曲なので、うんうん、たくさん聴いている曲でしたし、うん、なんかいい曲ですよね。素敵な曲だったので、うん、
朗読できて嬉しかったなって思うんですけど、はい、でもこうやってあの練習とかをしないで、うん、こう見てすぐに朗読するってこんなに難しいことなんだなって思いました。だからちょっとリベンジしたいです、今度。あ、本当に？はい、リベンジ。じゃあ次ね、小野瑞穂が出るときはね、あの相手にもちょっと付き合ってもらってリベンジを、はい、ぜひしてみてください。お願いします、はい、ハロステチャレンジ、今回は朗読に挑戦でした。押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみを最近頑張りすぎてない？無理は禁物だよ。モーニング娘。21の加賀カエルと椿ファクトリーの小野瑞穂がお送りしてきたハロステ、そろそろお別れの時間になりました。はい、今回は、研修生時代からね付き合いの長いこの2人でのハロステでしたが、はい、どうでしたか？加賀さんと久しぶりにお話
こんなたくさんできて嬉しかったなって思いますし、あの朗読をしたのも久しぶりだったじゃないですか、私たち。そうですね、これ始まる前にね、あのこの収録始まる前にあの研修生の時に一回発表会で朗読、歌詞の朗読したよねって話をちょっとしたんですよ。そうなんですよ。懐かしいね。懐かしいですよね、うんうん、だからまた加賀さんの朗読が聞けて本当に嬉しかったなって思います。 あ、 本当ですか。ありがとうございます。これからもね朗読する機会が多分あると思うので、さっきね自分で朗読やりたいって言ってたのでね、はい、また朗読頑張ってください。はい、はい、ということで現在ハロープロジェクト2021春花鳥風月が全国各地で開催されております。ぜひ皆さん遊びに来てください。そして椿ファクトリーのセカンドアルバムの発売が決定しています。セカンドステップというタイトルで5月26日に発売になるんですけど、はい、あのアルバムの新曲が6曲あるのは、うんうんもちろんなんですけど、うん、あのそれだけじゃなくてシリイベドラマっていうちょっとした寸劇も何本か収録したバージョンがあったり、うんうん、あとはあのなんていうんですかね、もう CD の付録として雑誌がついてくるような感じのバージョンもあったりもするの で、 すごい、はい、盛りだくさんの内容になっているのでぜひチェックよろしくお願いします。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手はモーニング娘。2番の加賀楓と椿ファクトリーの小野瑞穂でした。さよなら。